はい、今回はですね、日本の、まあ自ら命を絶ったという、マスコミの偏向報道の、まあ、様々な疑惑について、ちょっと考えていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、まあ、気になった方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。まあ、最初にね、まあ、お伝えしますが、まあ、僕が、お話しする話が、正しいかどうかっていうのは、わからないです。まあ、ただ、これっていうのは、まあ、リスナー様と、まあ、僕がですね、まあ、僕もそうですが、まあ、皆さんで一緒にこれは、考えるにあたって、対する、まあ、内容ではないかということで今回取り上げさせていただきます。まあ、僕の、お話はね、まあ、僕はそう思ってるっていうような話なんですよ。で、まあ、まあ、最初にね、お伝えしますが、もちろん真相っていうのは、わからないです。隠してるからね。うん、で、本当かどうかっていうのもわからないっちゃわからないんですが、ありとあらゆることを考えて、おかしいなとかっていうことを思うってことです。ちょっと前にですね、竹内優子さんのね、まあ、亡くなった件について、まあ、ご意見をいただいたんですが、まあ、僕はちょっとそこで思ったことがあるんで、うん、別にそれを、まあ、皆さんで一緒に考えていきたいと思うんですが、まあ、多分ね、まあ、こういったことでね、仕組んでるっていうか、あらゆることを多分仕組んでるんだろうなっていうことを思ったんで、まあ、そのことをちょっとね、まあ、皆様と一緒に考えていきたいと思います。まずですね、この、その教えていただいた、まあ、ご意見なんですが、2020年度の、まあ、自ら命を絶った、方がですね、まあ、11年ぶりに、まあ、増えたとかっていうね、まあ、2万人を超えてるとかっていう話なんですが、まあ、まあね、この日本においてね、まあ自ら命を絶った人が2万人を超えてるっていう時点でね、まあこれ2020年で昨年の話ですが、まあ非常にね、まあ良くないことですよね、自ら命を絶つってね、うん、っていうことなんですが、この話をねちょっと聞いた時に僕はちょっといろんなことを思ったんですよ、うん、で、まあそのさっきの竹内優子さんの話じゃないですが、まあリスナー様も思ってるでしょうし、僕が言ったこと何回かコンテンツでありますが、まあ有名人がね、丸されている疑惑があるにもかかわらず自ら命を絶ってるっていう風にして、まあ、終わらされてるっていうそういう話ですよね。で、今回はそのことをちょっと考えてっていうかお話ししていこうと思うんですが、例えば、そういった話に嘘が、あったと仮定した場合、こういう数字っていうのは全て嘘である、可能性がありますね。で、それを証拠がね、出せないんですが、まあ、僕なりに、まあ、ちょっと精一杯考えて、まあ、それをリスナー様と、まあ、お伝えさせていただいて、まあ、考えていきたいと思います。だからこの2020年の自ら命を絶ったっていうのはね、まあ、2万人を超えてるっていうか、果たしてどうなのかっていうね。だからこの話自体にそもそも偏向報道、あるいは嘘、なんじゃないかっていうことを思うわけですよ。まあ、その理由っていうのは様々な形から入っていきますが、で、まずね、まあ、リスナー様に、お伝えさせていただいているように、基本的に日本のマスコミっていうのはね、本当のこと、真実を語るわけではありませんからね、ここをまず、間違えてはいけないですが、テレビ、マスコミの話ね、まあ、一部の人たちの間でよく言われてますけど、マスゴミとかってね、嘘をつくんじゃないか、テレビ嘘ばっかだっていう話なんですが、まあ、それもね、まあ、極端な話ってわけじゃないんですが、すべてが嘘っていうわけでもないんですよ。すべてが本当でもなければ、すべてが嘘でもない、そこに何が出るのかっていうと、マスコミの偏向報道っていうことです。日本のマスコミっていうのはどういうところに位置しているのかっていう話なんですが、アメリカと日本の関係を考えまして、まあ、アメリカのね、まあ、下に日本がいるわけで、戦争に負けてね、日本はアメリカの、まあ、支配下に入ってるんで、まあ、アメリカ CIA が、まあ、日本を間接的にね、まあ、統治してる、支配してるんですよ。間接統治、分断統治とかって言いますが、そのですね、アメリカ CIA の下にマスコミっていうのが入ってるんですよ。まあ、言ってしまえば、アメリカ CIA の、まあ、下にですね、在日がいて、その下に日本がいるっていう構図なんですが、日本の構図っていうのはね、悔しいことに日本人が一番下にいるんですが、このアメリカ CIA の下にいる在日のところにこのマスコミが入ってるんですね。電通っていう、会社を介して、広告代理店。それがですね、まあ、自分の、まあ、自分というかテレビのマスコミの、スポンサーに不利になる情報を出さない。真実を出すわけではない。テレビは何を出す、マスコミは何を出すかって話なんですが、スポンサーに不利益になる情報は出さない。スポンサーに、まあ、有益な情報だけを出す。さらにアメリカ CIA の意向に沿った情報を出すということ。さまざまなものを考える際にですね、こういった嘘が入るんで、その嘘に気をつけるっていうことなんですよね。うん。で、さっきリスナー様に言いましたけど、本当にね、果たしてこんなに、人は、自ら命を絶ってるんだろうかって、そういう疑惑を様々持つんですよ。自ら命を、絶ってる方の人数がっていう話なんですが、で、気になって調べてみたんですが、日本のですね、自ら命を絶ったっていう、まあ、
定義あるいは数っていうのはこれ どうやって決まるのかっていうような話なんですが、決まるっていうか、まあ、こういうようなことが分かっているっていうことなんですよね。まあそのマスコミの偏向報道嘘っていうこともあるんですが、そもそも日本のね、まあ、その自ら命を絶った、っていう定義、あるいは数っていうのは何かっていう話なんですが、調べてみて分かったんですが、日本政府がね、こう決めるんですよ。自ら命を絶ったっていう数とかね。うん、で、ここに、まず大きな、疑問が出てくるんですよね。うん、はっきりとっていうのは分からないんですが、いくつか複数証言があるんですが、まあ有力であるなと考えられるのは、元警察官、過去にあの警察にいた人の話ではですね、日本の自ら命を絶った人の数っていうのは意図的に変えられるっていうことが分かってるんですよね。で、医師の人でいますけど、その人もね、別の人ですけど言ってますが、日本のね、まあ、自ら命を絶ったの9割は、丸されてるって言ってるんですよ。だからこういった時点から話がね、全くもう信用性がない、その数字ね、数字を出してきたにしても。うん、で、日本っていうのは、このね、自ら命を絶ったとかっていうのを、まあ、別にしてっていうかなんですが、毎年必ずね、多くの人が、不審死、変死、改死をしてるってことなんですよ。これっていうのは僕は思うんですが、丸されてると思うんですよね。不審死とか。リスナー様も思いませんか？不審死、変死、改死って おかしくないですか？だって人間が亡くなるって自ら命を絶つか丸されるしかないわけですよ。なんでしょうね、この不審死とか変死とか改死とかって。だからこういうふうに変な風な言葉を使って、どちらかわからないようにしてるっていうことだと思いますよね。うん、で、さらに、言うなれば、こういう言葉がなぜ出るのかっていうのも考えるんですが、日本政府がね、これ不審死、変死、改死をですね、自ら命を絶ったっていうふうになれば、自ら命を絶った人の数に入りますよね。うん、でこれ、ね、2020年度、まあ、2万人超えっていうことになってますが、まあまあまあ僕はその、まあ、疑いの目を持つんですが、さっきお話ししたようにね、うん、その、不審死、変死、改死の方を、自ら命を絶ったっていうこと、自ら命を絶った、人数に入ってるっていうことであれば、その情報自体が、まあ、嘘である、おかしいことであるってことは思います。さらに、考えられることが、ここからありまして、日本において自ら命を絶つっていう人が多いっていうことを言うことによって、これ日本のね、社会不安を煽ってんじゃないかっていうことを僕思うんですよ、真剣に。目的があると思うんで、こういうことを言うっていう、言うとかやるっていうことはね。で、そのさっきのお話ですけど、日本とアメリカの関係を考えるとですね、アメリカ CIA の下に、まあ、在日がいて、その下に日本がいる。日本っていうのは日本政府が入りますんで、日本政府っていうのはアメリカ CIA の傘下に入ってるんですよ。言葉では、口ではそうやって言われないですが、CIA の意向に沿ってるんで、で、まあ、あんまりこれを言うとね、例えば陰謀だとかって言われるかもしれないんで控えますけど、CIA の上にはね、国際金融資本、イルミナティっていうのがいるんで、イルミナティはね、まあ、地球に人類が多くなっているということもそうですし、自分たちが、ね、世界を征服したいというそういうのがあるので、ニューワールドオーダーと言われてますけど、人口削減計画というのを、考えているとい、うことから、まあ、人口削減の方向へ向かわせているんじゃないかということも考えられるし、日本人というのは、まあ、僕もリスナー様もそうですが、人種として、ね、素晴らしい人種なんですよ。勤勉だったりとか、他国、外国を別にして、そういう日本人というのはまた何をしでかすかわからないからね、能力口が高い、勤勉で何かを研究してて、そういうようなことから、じわじわそういうことをされてるんじゃないかっていう疑惑もありますよね。で、ここからがね、一番本当良くないと思うんですが、まあ、リスナー様も、まあ、僕も、まあまあ、皆さんというか、これはみんなで同じことを多分思ってると思うんですけど、今のやっぱ時代っていうのはいろんなことがあるんで、不安であったりとか生きづらさであったりとか、生きるのが難しかったりとかっていうことがあるんですよ。ね、誰しも口にそんなことはしないかもしれないですし、まあ、僕も ね、それはありますし、リスナー様もあると思うんですが、そういう時にちょっと厳しいなとかと思った時にね、こういう自ら命を絶った人の数が多いとかっていうと、ちょっとね、自分も生きていけないんじゃないかって、そういった空気感、不安を煽ってるんじゃないかって僕は思うんでね。だからこういう自ら命を絶った風に見せかけて人数を多く盛ることによって、人々に不安を煽ってる、社会不安を煽ってる、その先はね、人口削減計画かもしれないし、日本人をね、減らすことかもしれないし、なんだかはっきりとってのは分かりませんが、で、まあ、ここからの話っていうのは、リスナー様と、多分関心を、持たれている
ていただいてるし、まあ僕もこれはね、まあちょっと行こうかなっていうか言おうかなとかと思うんですけど、とてもじゃないけどね、正直、2万人とか、無理ですよ。2万人に関しては触れられないですけど、でも明らかに、例えば今回ね、6人取り上げますけど、この6人が、多分ね、自ら命を、はい、立ったっていうことにカウントされてるんだったら、もうすべてがまあ嘘、でたらめ、確実に人数はおかしくされてる、持ってるっていうことを思うとです。何かっていう話なんですが、芸能人、有名人の不審死、その手がかりを、これから考えていきます。リスナー様も思ってると思いますが、つい最近、少し前になりますが、三浦春馬さん、滝内優子さん、芦名聖さんといった方が、ね、自ら命を絶ったというふうにして、非常に丸された疑惑が高いですね。全員が、クローゼットで首を吊ってるっていう、もう明らかにおかしい。もう僕は丸されたとしか思ってないですけど、もうマスコミのデタラメとかね、まあ、そういうの言うよなっていうふうにしか思わないんですが、まあ、それっていうのはね、考え方にして、やはり、まあ、わかんない。少数の考えなのかもしれないんですよ。やはり、マスコミの報道を、まあ、信じる。例えば、自ら、命を絶ったっていうことで信じる。で、例えばですね、芸能人が、丸されたっていうことは、口にせず、それっていうのは出したくない情報だから、自ら命を絶ったっていうふうにして、まあ、警察も捜査をしなければ、自ら、命を絶ったことになります。そしてですね、その際にこの、何ですか、さっきの、2020年の、まあ、自ら命を絶った人が2万人っていう、そういう話がね、それを後押しするんですよ、多分。例えば三浦春馬さんであったり、竹内優子さんであったり、芦名聖さんであったりっていう、方が、まあ、亡くなりました。例えばそういうことであったらね、まあ、不安を感じて亡くなったのかとかっていう話かもしれないんですが、まあ、ここからはね、もうちょっと、まあ、前の話になりますが、この話っていうのは別に今に始まったことではないんですよ。昔からこういうことをされてるんですよね。三浦春馬さん、竹内優子さん、芦名聖さんを、一回、まあ、置いといてっていうか別にしますが、まあ、リスナー様も、知ってる、方でね、今、まあ、多くの、まあ、有名人、これも3人考えていこうかと思いますが、例えば、飯島愛、酒井泉、尾崎豊、ここら辺の3人も、亡くなってますね。定義上は、自ら命を絶ったということになっていると思いますが、不審死開始と言われていますね。まあ、飯島愛に関しては、まあ、不審死開始とか、ね、変死とかって言われてますし、尾崎豊も、まあ、同じく、まあ、不審死開始からということを言われています。酒井泉も、まあ、そうですね、うん、で、この3人に関しても、ね、おかしいんですよ。まあ、僕はこの3人は、ね、丸されたと思ってるんで、飯島愛も尾崎豊も酒井泉も、ね、まあ、別のコンテンツでそれを言ったことはありますが、で、まあ、これはね、今もね、まあ、リスナーさんもそうかもしれないんですが、調べる人が多いんですよ。飯島が、なぜ亡くなったのかっていうね、まあ、おかしいと思う人が多い。尾崎豊もそう、酒井泉もそうなんですが、その諸説ね、細かいところを抜きに、今回しますが、このですね、例えば、今回、お話しした、まあ、芸能人、有名人6人ですね、これが、この方たちが、亡くなったことが、不審死開始、変死からの、自ら命を絶ったっていうことになれば、これ6人が、自ら命を絶ったっていう風にカウントされてるわけですよね。それっていうのは、嘘の可能性があるわけですよね。つまりこの人数も嘘の可能性が出てくるわけですよね。こういうような形で裏で巧みに操作してる、疑惑が僕はあると思いますね。で、例えばもし、まあ、目的っていうのはね、そんな目的が、まあ、多分あるんでしょうが、から、まあ、そういう、例えば、一般人に不安を煽らしたりとか、そういったことから、まあ、生きていくのが辛いとかって思ったりとか、例えばね、その有名人が、芸能人が亡くなった時にですね、いや、まあ、多くの方がこうやってね、亡くなってるんだから、まあ、亡くなるさって言うかもしれないけど、それ、そのもの自体が、まあ、嘘の可能性、嘘っぱちであるっていうことが考えられますからね、どこからどういうふうにして、情報を出してるかっていうのもわからないんでね、うん、僕は、今回お話ししましたが、まあ、三浦春馬さん、まあ、竹内優子さん、芦名聖さんもそうですし、少し前で言ったらね、飯島愛、尾崎とか佐賀泉っていう人たちもそうで、他にもたくさんいますが、コンテンツいろいろ取り上げていることがありますが、そういった方たち、あとはですね、別に芸能人、有名人に限りませんが、政治家とか、丸されている可能性が非常に高いですが、警察がですね、捜査をしないっていう時点で、まあ、自ら命を絶ったっていう時点で、これもう
自ら命を絶った扱いになるんですよ。で、自ら命を絶った扱いになるって言ったら、これっていうのはね、自ら命を絶ったっていう人の人数にカウントをしてますよね。うん、でそういったことからも、この数字そのものに嘘がある、疑惑がありますね。だから例えばよくこういった話になるとわかりませんが、こういう数字を出してくるのかもしれませんが、で、例えばこういう話から、有名人が亡くなるのはこうこうこうなんだ。その数字が間違ってる可能性があるんですよね。でそういうことっていうのは、リスナー様も、思われるかもしれないですし、こういうのだったら、なんて言っていいか分かんないですけど、考えるに値する、内容だと思いますよね。でも何より本当に思うんですが、丸されている人が、自ら命を絶ったということを扱いにして、もうそこで捜査はされないって、本当に極めておかしいことであり、悔しいことでありますからね、人間の尊い命を、裏側で一体これ何が起こってるのかっていうことを、リスナー様も僕も、ちょっと考えるっていうか、に値する、ような内容かなと思ったんで、ちょっと今回はお話してみました。特定の、何っていうような話ではないんですが、特定の、テーマに絞るんであれば、日本の、そのマスコミの、自ら命を絶ったっていうことは本当なのかっていう話なんですが、そこには様々な裏に隠された思惑があるのではないかと。でもちろんはっきりと分かりませんが、そういったことで、騙される、騙そうとしてるんじゃないかっていうことを、ちょっと思うっていうことで、こういうね、話は多分リスナーさんも関心を、持っていただくと思いますし、いつもね、チャンネルを聞いていただいて、優秀な方がね、非常に多いと思ってますんで、皆様がね、例えばこういったことを、考えていただく際の何かの参考、あるいはですね、もしかしてこういうことを、今まで、あまり考えたことがなかったということでありましたら、そういったことの何かしらの、きっかけになっていただければと思いますので、今回はお伝えさせていただきました。今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。気になった方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。